今度はさっきのより派手みたいよ。パパ、パパ、返事して。早くあそこへ向かって。戦闘中かもしれないんだぞ。お父さんのことが心配じゃないの？そんなの決まってるじゃない。だったら急いで。危ないじゃない。兄貴はさっきの場所地図で探して。この車の GPS 当てにならないから。おあんたのスクープ手伝いするんじゃないからね。おい、大丈夫か、お嬢ちゃん。なんとか。間一髪だったな。お嬢ちゃん、何かフラフラしてるぞ。大丈夫にゃ。にゃって。で、こっちのお嬢ちゃんは確かに女の子だよな。17、5歳ってところか。おじさま、触っちゃダメ。まだ子供なんですよ。あのな、まさかこんな子がタイプなんですか。何言い出すんだ。おじさまが若くて可愛い子が好きなの知ってるもん。目からオイル漏れてるぞ。おい、大丈夫かよ。ちょっとこしくて痛体がでかいだけの女ですよ。大丈夫です。それはさっきから頭の中でピヨピヨ聞こえますけど。全然大丈夫じゃねえ。こんな不調を叩けば治る。おいおい、これじゃねえんだから無茶すると。言わんこっちゃね。おじさま、おじさま、大丈夫ですか。怪我はありませんか。お、あれで本当に治ったのか。意外と大雑把だな。いや、なんでもない。さっきの爆発で追っ手が来るかもしれん。すぐ移動するぞ。はい、おじさま。ダメだ、やはり応答はない。そんな。先ほどの振動は彼女のネイトが自爆した時に発生したものと考えて間違いない。自爆？レベッカが？ネイトが敵の手に渡るのを防ぐためだろう。いい判断だな。何をするつもりだ、アクセル。ラリー、お前はレベッカのことが心配じゃないのか。どうやって探す。我々のネイトはこんなざまなんだぞ。それに
爆発地点もまだ特定できていない。こんなとこでじっとしてろってのか。そうだ、すぐに救援部隊が到着する。それから捜索を開始した方がいい。レベッカは俺たちの隊長だろう。だが私はお前のように余分な感情は抱いていない。無事でいてくれよレベッカ。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、ちょっとスピード落としてくれないか。だっておじさま急げって。そろそろ発電所に着く。あ、え、ちょっと持ちませんでした。え、着きましたわおじさま。ご苦労さん。やっぱり調子悪いまんまでした。そうみたいだね。勝手に入ったりしてここの人たちに怒られたりしませんか。風力発電所は大抵は無人だから心配ないさ。そのくせ定期点検の時は大人数が何日も滞在するから設備だけはしっかり整っている。敵さんもこの嵐じゃ下手に身動きを取れないだろうからな。ここでじっくり修理するといい。できるな。はい、これだけの設備があれば十分ですわ。補修用の設備は、あ、レムさんたちのを使わせてもらっちゃいます。制御系はここからいただきます。なるほど、よっくらしょっと。おじさま、その子どうなさる気です。医務室で一応怪我がないか見るつもりだが。おじさまのエッチ。あ、その子の服脱がすんでしょ。でなきゃ怪我してるか分かんないだろう。エッチ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 。勘弁しろよ、こいつはノエルよりも子供なんだぞ。俺の守備範囲じゃねえよ。私がやります。やるってお前自分の修理は。修理しながらでもできます。おじさまは医務室までその子を運んだら食事の支度でもしといてくださいね。は、はい。確かにイシスはおかしくなってるらしいな。ロ、ロ、レ、ス。もう、ねえ、あなたのお名前は？アクセル、ラリー、ね、聞こえるか？ねえ。ダメか。現在の状況を伝えろ、イシス。ロ、ロ、レ、ス。状況を説明しろと言ってるんだ。私はドロレスなの。イシスとかじゃなくて。ここがどこで、今どんな状況下にあるか説明しろと言ってるんだ。イシス、ドロレス、ドロレス、ドロレス。お前はイシスだ。イシス、イシス、イシス、イシス。ドロレス、ドロレス、ドロレス。わからないやつだな。いいか、お前の名前はイシスだ。違う、違うな。イシスだ。ドロレス、ドロレスよ、ドロレス。もういい、黙れドロレス。じゃあ教えてあげる。ここは風力発電所よ。私とおじさまが連れてきたの。おじさま？おい、飯ができたぞ。はーい、お食事、お食事。お、気がついたみたいだな。はい。そこで止まれ、動くな。無駄だよ、そいつの弾は抜いてやる。こんなもの隠してあったのか。騙したな、ジジイめ。おじさんはジジイじゃありません。まだ49ですね。さ、食え。なあお前、何も話す気はない。まるで軍人だな。あ、あれだろ、お前バグラムのパイロットなんだろ。火星独立の強硬路線を取ってるバシリアカウンティのタカ派。話す気はないと言ったろ。ま、先に飯にしまおう。冷めちまうぞ。地球人の作ったものなど食えるか。美味しそうじゃないですか。あ、タ
お世話だ。敵の施しは受けるということだ。敵？おじさま、女性の敵なんですか？そうじゃねえだろう。もしかしておじさまに何かされたんですか？してねえよ。ああ、もういい。なんでこいつはこうなんだ。知らん。俺のとこに来た時からこうなんだ。ネレイダムから盗まれた時にはすでに異常が発生していたというのか？ネレイダム？ネレイダムユニバーサルテクノロジーのことか。そこが私の生まれ故郷ですか？いいから食え。何も喋らないぞ。無理に子供の口を割らせる気はない。子供ではない、レベッカ・ハンターだ。レベッカね、いい名前じゃねえか。ちなみに私はドロレスです。ちょっと辛いな。ん、そうか。なんて砂嵐だ、足元だって見えてねえ。行くぞ。綺麗な。レベッカ、レベッカ、よせアクセル。残念ですが捜索の打ち切り命令が出ました。だがまだレベッカは。キメリアカウンティ始まって以来の砂嵐だそうだ。無理をすればここの連中にまで被害が及ぶ。コクピットは回収されませんでした。あなた方の隊長が敵に連れ去られたのはほぼ間違いありませんね。レベッカ、待ってろよ。必ず助けてやるから。なんでこんなとこで止まるのよ。外の嵐を見ろよ。これ以上移動するのは危険だ。トレーラーごと吹っ飛ばされちまう。だったら近くの町に向かいましょ。え？その方が安全だしさ、ね？シンディさんよ、さっきと言ってること違うじゃねえか。この嵐だったら他の連中に先越されたりしないだろうし、私ちゃんとしたベッドじゃないと寝らんないのよ。今移動したらそれこそ永遠の眠りにつくわよ。だって眠れないんだもの、しょうがないでしょ。だったら寝るな。ちゃんとしたベッドじゃなきゃ寝られないって言ってなかったっけ。テーブルで寝てるわね。俺たちの毛布取りやがって。静かになった分だけマシよ。おとなしくしてりゃ可愛いんだけど。兄貴、いや、こんなうるさいわがまま女はごめんだって言ってんだよ。ならいいけど。なんだよ。だって兄貴女運良くないじゃん。ほっとけよ。パパ無事かな。ドロレスが無事なら無事さ。そうね。あの子親はいないのかな。ご両親心配なさってるでしょうね。燃えるくらいの年なら親も心配しないんだけどな。嘘嘘、心配なくせに。いや、それは娘なんだし心配するさ。子供が小さい頃はできるだけスキンシップを取ることが重要である。あのくらいの年頃はちゃんと親とスキンシップを取らなきゃ。スキンシップね、ほら取ってなかったか。おじさま、スキンシップってレベッカさんと一緒にお風呂に入ろうなんて考えてるんじゃないでしょうね。あのな、図星なんですね。お嬢ちゃん、まだどっかおかしいだろ。当たり前です、だから直してるんです。そりゃそうだ、調子狂うな、まったく。どこへ行くんです王子様。トイレだよ、心配すんな。変な気起こさないでくださいね。分かってるって。あれ？
あの親父も寝床に閉じ込めてやる。奴を出してほしければ私と一緒にバグラムへ戻れ。そんなことできません。なら奴はこのまま酸欠で死ぬ。無駄だ。私がパスワードを入れない限り端末からはアクセスできない。建物を破壊して強引に助け出す方法もあるが、よほどうまくやらねばあの男も死んでしまうぞ。私は任務を果たしたいだけだ。あの親父の命は保証する。わかりました。無茶しないでくださいよ。さすがイシスだ。イシスじゃなくてドロレス。風が強すぎます。冗談じゃない。なんだと。通常の 10% しかパワーが出てないのか。待っていく。風車の重みに耐えきれません。なぜ避けなかった。貴様なら避けたくてもできなかったんです。まだ修理が終わってなくて反応できないんです。チェックしなかった私のミスか。すみません。お前が謝ることはない。このままじゃ砂と風車の重さで身動きが。下の看板に当たったな。これ以上沈むことはなくなったが。レベッカさん、私が何とかして穴を掘ります。そこから外へ。周りは砂だぞ。穴なぞ掘った先から埋まっていく。万が一穴ができてもこんな格好じゃ息ができない。そうか、うっかりしてました。うっかりか。やっぱり変な AI だなお前は。そんなにあの男を助けたいのか。はい。ただのくだらない地球人だぞ。そんなことありません。おじさまはとっても素敵な方です。そう思い込むよ。誰かにプログラムされたんだお前は。違います。私これまで一緒に旅を続けて分かったんです。おじさまはとっても勇敢で男らしくて、うさんくさい人を捕まえたり意地悪な人をやっつけたり、何よりも家族思いだって。だから私、おじさまの力になりたいんです。助けたいんです。助けたい。くそ、動けなくなるのも時間の問題か。ドロレス。あ、はい。ここから出るぞ。全システムを再チェックだ。至急。はい。駆動系のパワーが全体的に落ちてる。予備ラインを使ってもここから出るにはパワー不足か。チッ、この出力じゃアクティブレーザーは使い物にならない。そうだ、ベクタートラップは使えるのか。ベク、何です？ベクタートラップ知らないのか。すみません、私自分自身でもよくわからない部分が多くて。ベクタートラップというのは周りの空間を圧縮して自分の数倍の武器や装備を収納する機能だ。はあ、お前にも装備されているはずだ。あった、これだ。こいつを使えば。あるいは私にこんなものが。体の周囲の土砂を一気に圧縮する。するとそこに一瞬空間ができる。そこに体を滑り込ませて一気に風車の下から抜け出す。できそうか。頑張ってみます。でもドキドキしてうまくやれるかどうか。安心しろ、私はネイトで使い慣れている。はい。チャンスはおそらく 2,3 秒だ。いいな。はい。そうしないとおじさまが。そういうことだ。行くぞ。はい。ベクタートラップ作動。圧縮した砂をお前は抱えてるんだ。重くもなるさ。さっきの逆だ。外に出してしまえ。私にもできるんですね、あんなこと。ありがとうございます。はしゃぐようなことか。じゃあ行きましょうか。行く？
レベッカさんとバフラムに行くって約束でしたから。こんなポンコツ連れて行けると思うか？え？発電所に戻れ。修理が終わるまであの男のそばにいるがいい。え？レベッカさん。やつの顔も見たいだろ。はい。言っておくが、あいつが閉じ込められている以上、お前たちは私の捕虜という立場なのだからな。誰が閉じ込められているって？おじさま！バカな。こういう施設ではな、緊急事態が発生した時は自動的にロックが解除されるようになってるんだ。人命優先でな。刑務所とかもそうなってるんだ。知らなかったか？もう二度とこんな悪さすんじゃねえぞ。お嬢ちゃん、今度こそしっかりと見張っといてくれ。はーい。そんなところでそんな格好して寝ると風邪ひくぞ。ほっとけ、私の勝手だ。お嬢ちゃん、暖房を効かせてやれよ。それからよく眠れるよう例の歌を歌ってやれ。え、歌？おじさま、とっても気に入ってくれてるの。おやすみなさい、雲の船に乗り。おやすみなさい、白い羽で。黙って私についてきな、なんてね。